もちろんね、アメリカに行った時に感じたアメリカのいいところもあるんでね、今から皆さんにも紹介していきたいと思います。はい、はい、その一つ目はキャッシュレスです。はい、これはね、うちのダーリンが一番ね、感じてるよね。そう、なんかやっぱアメリカに行った時はもう一切現金いらなかったよね。一切いらなかったね。もうクレジットカードがあればいいしね、日本帰ってきてからやっぱいろいろ小銭があってとかさ。そうだね、ね、いろいろもちろんクレジットカード使えるところもたくさんどんどん増えてきてるし、楽天ペイとかね、ペイペイとか、うん、携帯で決済ができるやつもたくさんあるけど、うん、でもなんかたまにね、現金しか使えませんよっていうところもあるし、あるよね、うん、そういうのはアメリカは便利だったなと思ったね。そうだね、うん、あと私は帰ってきて感じたのが、友達とお食事するとやっぱり割り勘が多いじゃないですか、うん、別々払えるようなお店だったらまだいいんですけど、やっぱりこうまとめて一人で先に払ってくださいっていうお店だったら、うん、じゃあ後から片方が渡しますってなるじゃないですか、うん、まあそういう時はやっぱり現金ってなっちゃうじゃないですか、うん、アメリカだと簡単にその送金ができてたよね。そう、なんか日本でも一応ね、うん、楽天ペイとかペイペイとかで、うん、一応個人間のポイントの送金はできるんだけど、うん、でも持ってないといけないよね。そう、同じもの持ってなきゃいけないし、うん、しかもそれはポイントでしかないわけよ。でもね、アメリカだったらもうどこのアメリカの銀行口座持ってれば普通に現金がすぐ送れるから、それはすごい便利だったね。うん、すごい便利だったね。 あとあの日本はポイントカードがいろんなポイントカードが多い。そう、感じたこの間それ、ね、アメリカだと全部あのとりあえず携帯一つあれば何でもいけちゃうような感じなんですね。そう、レジで電話番号聞かれるんだよね。そうそうそう、あれ、あ、何々さんですねっつって、もうそれでポイント使えるじゃんね。そうとか、うん、あとまあ全部アプリとかメールだったりになってるんですけど、うん、日本だとね、じゃあポイントカードはい渡しますってカードでもらえるところは多いと思うんですけど、ちょっとどこにしまおうってね、うん、まあ一応日本でもね、そのヤマダ電機のカードもありつつアプリもあるみたいな、アプリあるところがほとんどだけど、やっぱでもカードもあるんだよね。そう、カードあるところも多い。多いよね。カフェもそうだし、まあいらないですって言えばいいだけの話なんですけど、でもせっかくポイントが貯まるんだったら ね、うん、貯めた方がいいじゃん。そこら辺はちょっとまあアメリカは便利だったね。そうだね。はい、そして2つ目、家が大きい、うん、そして全てが大きい。ヒューストンっていうね、場所のあれもあると思うけどね、ニューヨークだったらもうちょっと狭いかもしれないけど、やっぱヒューストンはもう何でもでかかったよね、うん、特に部屋がさ、住んでた時は気づかないんだけど、こっち来て帰ってくるとね、あれ天井日本は低いなとか、全ての幅が狭いなとか、なんかあっちに慣れちゃってたから、収納スペースだよね。そうだね、うん、あと牛乳とかもそうなんだけど、こんなんだったもんね。そう、すごいでかかった。でかい方が使いやすかったっていうのはある。うん、牛乳をたくさん使う家だったらなおさらだと思うんですけど、うん、アメリカの牛乳あんなでかかったら賞味期限大丈夫って思う方もいるかもしれないんですけど、実はアメリカの乳製品の賞味期限が日本に比べて長いんですね。それだけを聞くとちょっと大丈夫ってなるかもしれないんですけど、私も最初そういう風になってちゃんと調べてみたんですね。そしたら書いてあったのは、アメリカの乳製品の殺菌の仕方と日本の乳製品の殺菌の仕方が違うから、だからアメリカの方が長いんだよねっていう風に書いてあったの。そう、だから別にちゃんとしてないっていうわけではないです。賞味期限が長い方だとさ、捨てなくて済むことも多い。特に生クリームとかそんなにがっつりとね全部使わないから、一回じゃ日本のスーパーに行って生クリームの賞味期限も短かったから、あ、これちょっと使い終わるかなって思って、そうだね、1週間とか10日とか1週間、うん、1週間ね、それで生クリームね、料理によってはそんなに使わないもんね。そうそうそう、ほんとちょっとだけでいいからさ、料理によっては。そうだね、大さじ2杯みたいな感じだもんね。そしてね、まあ、家も大きい分やっぱり家具とか家電類とかも全部大きかったんですけど、その方がやっぱり使いやすかったっていうのはありますね、うん、引っ越したわけなんで全部新しく揃えたんですね。洗濯機とかテレビとか、まあ、冷蔵庫とかなんですけど、ちょっと可愛く見えたよね、日本の方が。ちっちゃいって思ったね。ちょっとね。でも大きいのは家に入らないとかね。そうそうそう、通るスペースがもう入らないみたいなので、一応家に入るやつってね、そう、ちょっとちっちゃいね、アメリカよりは。そうだね、特に洗濯機にこだわりがあって、うん、あのうちはいい洗濯機を購入したんですけど、うん、やっぱりこう洗える量もあのアメリカにいた時に比べたらやっぱりちょっと減ってしまうんで。洗濯機はあの日本とアメリカで電圧が違うんだよね、うん、アメリカの方が電圧が強いから、だからもちろんパワーがあるわけよ。特に洗濯機の乾燥機とかはアメリカの方が全然早いよ、乾燥するのが早い。半分ぐらいじゃない、時間。そうだね、日本すごい時間だね。すごい時間かかるね、まあ、う
うちの洗濯機だからかもしれないんですけど、普通に洗濯と乾燥のノーマルコースで回したら3時間半とか3時間50分かかるんですけど、アメリカは本当ね1時間半ぐらい2時間ぐらいで終わるんで、うん、まあその点はアメリカは良かったなと思うね。そして3つ目、車社会が良かった。日本もね車社会のところがあると思うんですけど、例えば地方だったりは全然車社会だと思うし、ただね私たちは東京に住んでるんで、東京ってなってくると車よりかはやっぱり電車の方が使いやすかったりするんで、まあ日々電車を使ってるんですけど、やっぱりね改めて感じるのが車社会がすごい楽だったよね。楽だね。そう、別に決められた時間に出かけるっていうこともないし、うん、なんだろう、こう全て自分のペースでできてたよ ね。なんかもう自分の空間だよね、うん、あとそのままね買い物して物たちを乗っけて帰ってくることだってできたし、うん、東京だと全部手持ちで帰ってくるとか、うん、あと満員電車はね本当に辛いね。今までよく満員電車乗れてたなって思う。本当だよね、うん、なんかね距離がねこんな近かったなっていう ね。よく俺こんなんやってたな昔って思ったのがもうちょっと嫌だ。うん、うん、そうだね、うん、まあそういう点でもねやっぱアメリカはね、アメリカっていうか車社会良かったね、うん、あと乗り換えとかもなくていいなって思う車って、ちょっと場所が遠いと結構歩いたりもするじゃないですか、うん、特に東京なんかはね、うん、結構歩くところもあるんですけど、最初ね2人して筋肉痛になったの乗り換えとかで。そうやばいでしょなんだこれと思ってめっちゃ歩くじゃんと思って足パンパンになったね。そう、東京だったら多分日々運動だねこれ。別に東京だったらジムに通わなくてもいいから筋トレとかしたいんだったら通った方がいいけど、うん、足腰はね、足腰は鍛えられる。階段でね、もう階段登っただけで2人してめっちゃ母言ってたよね。はい、そして良かったところ4つ目、フランクです。これもね皆さんのイメージ通りかもしれないんですけど、全然知らない同士でもちょっと話したりはすることはありますね。普通にショッピングモール歩いてるだけですれ違った女の人が、知らない人が、うん、あなたのドレスかわいいねみたいな、ワンピースかわいいねとかさ、なんかねそういうなんていうの、全然知らない人でもこうフレンドリーにね話してくれるのは、そうそうそう、まあこっちはもちろん日本はないよね。そうだね、そういう会話があったんで、まあこれジャパンで買ったんだよねって言うと、あーみたいなねちょっとこうジャパンかみたいなね。フランクだからこそかもしれないんだけど、そんなにピーッとしてなくていい、ね、なんだろう、ちょっと自分もリラックスできる部分がある。まあこれはまた性格によって変わるかもしれないんですけど、あんまり人と話したくないような性格の方だったらもういると思うし、あとなんか普通にマンションとかでもエレベーター一緒になって普通に歩く怖いみたいな。そうあるね、なんかこう本当たわいのない会話なんだけど、まあその会話することによってちょっとリラックスできるっていうか、警戒心を持たずにね。あ、そうそうそう、うん、あと1個ね、私が帰ってくる前に中妻会をやったんですね。みんなで話してたのが、やっぱり同じマンションに日本の方何人か住んでたりすることがあるんですけど、日本人が乗ってきたらすぐに分かるってみんな言ってたんですね。確かになんとなく分かるよねっていう話になったんですけど、それは見た目とかの話、まあ、もあると思うんですけど、一番みんなが分かるポイントってお互いはちょっとビクってなる。あーね、なんかこう、はいはい、そうだね、なんかこうちょっとなんかこういう風になる。同じアジア人でも中国人とか韓国人が乗ってくるとならないっていうか、うん、みんな結構シャーンと乗ってくるから、まあ、気にしてないっていうかね。そう、気にしてない、うん、まあそこ確かになと思って。そうだね、それは確かにあったわ、うん、距離感の問題ですよねこれは、うん、はい、ってことでね、今日はね私たちが日本に帰って1ヶ月ちょっとと経つんですけど、私たちが改めて感じた日本のいいところ、そして改めて感じたアメリカの良かったところについて皆さんに紹介してきました。結構ねしょうもないところばっかりだったかもしれないんですけど、ね、でもまあこれが一番素直な思ったこと、うんうん、外国人が日本に初めて来る時に感じる良さってまたいろいろとあると思うんですけど、それはね、私はもう住んで10年、そして日本人なんで、うん、やっぱりそこら辺はもう日々生活してて分かっていたんで、うん、なんでね今日はこういう形で意外だけど地味だけど、うん、すごい素晴らしいところだなって思ってることをね全部皆さんにお伝えしました、うん、なんでね皆さんが楽しんでこの動画を見ていただけたら嬉しいなと思います、はい、ではそろそろ皆さんとバイバイしたいと思います。今日の動画が好きだったらいいねボタンお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バーイ。